いやー、安定の加藤さんだ。まさか長野旅で絡むとは。で、服可愛いんですけど、これ特に可愛いですね。ありがとう。昨日買ったばかり。空港ですよ。新千歳空港。ねえ。山ちゃんに会いました。ちょっとご飯食べましょうよ。僕お腹すきすぎて待てなくて、ゆで太郎のそばで3杯まで食べてきちゃった。そばです。しかもとわりそば。すごい。長野の。あ、とわりって読むんだ。10割だと思った。音読みだったらとわり。くるみのそばつゆが。あ、ちょっとくるみ。なんか好きそうじゃないですか。大好き。なんとかっていう飴屋さんが有名らしくて。あ、美味しそう。みすずだ。みぞれ。あ、みすず。みすず。そば屋さんやってませんでしたね。しかも行くまでの内容がそうね、うまかったですよね、昔って。五島県だけどカレー気分じゃないですもんね。いやでもカレーでもいいよと思っちゃってる気分ですチーズカレーだけどさね、美味しそうですね。いろいろ見てみます。そう、ウニ丼とか直って書いてある4、5千円するじゃないですかうまそう。うわー、うまそうだな。すごい、両者ともに急に豚丼の口になるっていう。突然変わった。突然豚丼の口になりましたね。僕も食いたいとなんか山わさび鉄火丼にしか見えなくなる。確かに鉄火丼に見えますね。うなぎとかうなぎとか山わさび豚丼美味しそう。すごいよだれ出てきて泡立ってきたよ。晩酌セット。うわでも、うわ肉盛り、これ俺これにしようかな。見た目綺麗だね。そうですね、雪の様子。あ、すげえ。1.5 倍ですね。確かに。はい、ありがとうございます。香りすごいいいですね。いい香りするよ、すごい。山わさび。写真撮る。これ美味しそう。お土産持ってこうと思ったけど、あるからいいやと思って。あ。いや、北海道帰ってきたのありますね。久々の豚と帯広以来です。肉食ですね。柔らかいです。すんごい柔らかい。ふわふわお肉のふわふわだよ。きれい。もう何これ、生姜？生姜っぽいね。あ、生姜だ。ほんと北海道の味する。うん。上田さん見てるかな、清水町だから。上田さん英語上達したかな。長野県では豚丼食べてる。食べないですね。豚美味しいな。うん、肉倍でよかった。山椒とは、山椒ってうなぎにしかかけたことないし、今日初めて豚にかけた。いや、帯広でかけてますよ。かけたのか。ごちそうさまでした。あ、買ってたんですか。お水買ってました。あ、お水。自販機でよくないですか。めっちゃケーキ買ったと思いました。したらばソフトクリーム。ソフトクリーム。来た。久々だ。ああ、美味しそう。はい。あ、いいですね。いいわ。この壁紙といいわ。はい、ミルク感すごい。美味しい。美味しい。濃厚だけど残らない後味。量が多いからいい、満足する。あ、空港って感じ。なんか空港いいね。うん。すごい発展したね。あ、久々。これ送ります、後で写真。やったー。オッケーです。動画なんで動画送ります。一回完成したけど。可愛い。これ可愛いっしょ。似合う。これ可愛いな。あ、湿度高い。ドア閉めた方がいいですか。ドア閉めた方がいいですか。あ、どっちでもいいよ。ごめん、もう。まあ、5万円過ぎても。ああ、やばい。なんでもよくなってきた。やばい。ああ。湿度高いとすごい油出てくるよね。あ、確かに。顔から出ますよね。目の後ろとか。うんぬるぬるだった。そうですね。全然出発しないですね。出発しない。山ちゃんが無事でありますように。バイバイ。空港。あ、さっきのちょっと。リッチな。あ、リッチなとこ。なんか銀座って感じする。ここだけなんか違うよね。世界は。加藤さんに旅の思い出を語らしてもらっていいですか。あ、どっちが語るか。いや、だって旅したの僕ですから。どう語るんですか。想像上の。いやいや、無駄。話した方がいいのか。長野行ったことない人が。ない。しかも、最寄りの空港、神戸だと思ってたんですよ。これやばいってないですか。なんだっけ、うちの母方の、先祖様たちが、なんか武士だったっていう話を、わざわざ聞いてて、真田徳丸さん。いや、その船みたいな名前じゃないですか。真田幸村さん。徳丸じゃないですか。それなんか漁師さんの船みたいな。の家来だったっていう噂が流れてて、刀とかさ、系図とか、長野県にあるんじゃないかって聞いてて、2、3年前にね、母の妹がね、行ったのさ、探しに。見つからなかったらしいんだよ。見つかってた。結構すごくないですか。僕、真田幸村のゆかりの地に行って。ねえ。すごくないですか、それ。すごいよね。ということで、よかったです、加藤さんも最後会えて。よかったね、会えてね。今度は、道外とか行きたいですね。道外行きたいね。どっか。ですね、マジックで呼ばれて、しかも加藤さんに休みが合えば。じゃあ、締めの挨拶ですか。一本締めとやったんだっけ。はーよ、あ、違う。よー。もうカメラ持ってるからできない。Goodbye to Green Angel. Is going back for the next magic show.